花子はジャストシステムが販売する統合グラフィックソフトウェアであり、同社の登録商標となっている。1987年3月に発売された。現在の最新バージョンは花子2021である。現在のところ、Windows 版のみが販売されている。一太郎スーパープレミアム、プレミアムにも搭載されている。花子は特にバージョン2004より、 図で考えるための道具として位置づけられている。アプリケーションの基本は、ベクトル系の描画にあるが、同梱の、花子フォートレタッチによりラスター系のドロー機能が拡張される。概念的には、アドビーラストレーターやコリルドロ、マイクロソフトビジオと同系統のソフトであるが、それらと異なる点も数多くある。花子の独特な機能は、下記の通りである。 花子の主なファイル形式は独自形式の JHD である。また、花子フォトレタッチの主なファイル形式は JMG である。MS DOS の時代にバージョン1と2が発売され、バージョン3で Windows 対応となった。1995年発売のバージョン3.1は、現在と同様に一太郎と並んで発売されていた。しかし一太郎が、 Windows 95に対応してバージョン7、8を発売していったのに対して花子は、Windows 95対応版は発売されなかったが1998年に一太郎9の登場に合わせ花子9が登場した。なおこの時に花子と一太郎のバージョンが統一されたため花子のバージョン4から8は欠版となっている。そのため32ビット版は花子9で 初めて登場したことになる。これ以降、一太郎のバージョンアップに合わせて、花子も新バージョンが発売されるという形態が続いている。花子2004以降はバージョン番号を西暦年とした。今後、一太郎、花子シリーズは毎年発売されるためとしている。ありがとうございます。